オンドラムス菊島亮一、どうもありがとうございました。I thank you so much for coming tonight. 皆さん、改めまして東京ワカンス楽しんでいただけてますでしょうか。ありがとうございます。いやー、もうあの初めから MC とかなしでぶっ通しで、僕らがカオスだと思うコントもですねぶつけまくってきたんで、みんな疲れてないかなとちょっと心配になってるんですけど、大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に今日はですね、一晩限りのすごいゴージャスな内容になっていて、いいと思う人たちを集めて参加してもらって、でこんなに、ね、大変な時期ではあるんでしょうけど、こんなにたくさんの方々に本当に面と向かってお会いできるのが本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。今日はですね、僕らのバンドカオスと、あとスペシャルミュージシャン、和太鼓の広住さん、そして、ドラムの菊島亮一さん、ベースの、神田智さん、そしてありがとうございます。ありがとうございます。そして津軽三味線のピエール小野さん、あとでもう一回紹介しますんで、そして、カオスのリーダー山木修司です。あとですね、たくさんのパフォーマーの方々に、参加していただいているんですけど、次にお送りする曲はモアザンブルーというですね、僕たちにとって初めて日本のバンドさんの曲をカバーさせていただいて、新たな試みなんですけど、すごくこの曲との出会いが印象的で、今年の8月に僕らはドイツに行ったんですけど、その直前にすごく大事だった人が亡くなってしまって、で燃やす日にも燃やす日手に送る日にもですね、僕は立ち会えなかったんですけど、その代わりにドイツの青、ものすごい青い空で雲一つない美しい青空のもと、なぜか日本のバンドのクワフさんのモアザンブルーという曲が流れていて、でその歌詞とかメロディーとかがものすごく印象的で、一期一会、出会って別れて、で大切にしていたものがいつかなくなってしまっても、その大切にした心とかは残っているっていうようなメッセージを僕はすごく感じて、なんか涙が出たんですけど、それでありがとうございます。その曲をですね、知ってるかというふうに SNS で流したら、クワさんの、モアザンブルーっていうことを教えてくれた方がいて、なんと和太鼓広住のですねお友達だったという、そんな不思議なご縁があって、今回はカバーさせていただくんですけど、ちょっと僕たちなりの、特別バージョンでやりたいと思いますので、ぜひお聴きください。モアザンブルー。周りのまま
では足音を絶えず消してゆき、涙の降るところにいつか花は咲くのでしょう。巡りゆく巡りゆく日は巡りゆくけれど、忘れない忘れないよ眼差しの声と命も。浮かんで湧き出てゆく川のように、今も疲れずにいるから、愛に慣れたら誘ってよ。
ピエロ小
Thank you.
カオスのリーダーの山切です。今日は皆様お越しくださいまして本当にありがとうございます。田淵香織が疲れてるんでしばらく僕が喋ります。ですね、今日はちょっと東京はカオスっていう、真ん中にバっていう文字を挟んでちょっとなんかそのシャレも含めてですねこういうタイトルにしてなんか面白いものやりたいなと思ってました。トラディショナルなものだったりとかそのモダンなものだったりとかそのなんていうんですかね、日本はちょっとおどろおどろしいものだったりなんかすごく賑やかしなものだったりなんかいろんな文化を持った国だと思うんですけど、川淵香織と2人でカオスというグループをもう10年前に作ってですねいろんな国を回ってきた中でですね、まあもちろん日本の、アーティストやパフォーマーにもたくさんの友達ができました。でですね、今年はなんかまあ日本はまだねちょっと微妙な感じのラインだと思うんですけど海外からはすごくオファーたくさんありました。川淵にもカオスとしてもどっちもあってでオファーの内容もですねちょっといつもと変わった感じでやっぱりすごく世界は今年はエンターテインメントを求めてるなって感じがして予算を出すからパフォーマーも据えてきてほしいとかそういう案件がちょっと今年は続いたんですね。でスペインじゃ もちろん面白いものをお見せしますよっていう返事をしてでスペインとドイツで、まあ、8人とか10人ぐらいでショーをやってきたんですけど、まあ、ものすごく良かったです。でなんてですかねなんかその国内のニュースとかを見てるとやっぱこの2年はもう、コロナのなんだですごくなんか落ち込んだ感じがやっぱすごくしてたんですけどやっぱり世界っていうかですねやっぱ人は楽しい気持ちになりたいもんだし、まあ、音楽とこういうパフォームが混然となるとなんかだからこそ生まれるエネルギーもあってでなんかそのなんですかね、この日本でこの 2,3 年、まあ、アーティストとかパフォーマーとかの人たち、まあ、もう国民全体がですねなんか感じた悶々としたものをやっぱ我々は吹き飛ばしたいなと思っていてで、まあ、例えばその、ね、円安だとかその G7 の中でなんか再開だとかなんかいろんななんかそういう記事がニュースの中に並ぶんですけどアーティストとかそのやっぱりパフォーマーの練習はですね僕らの友達はすごくやっぱ元気が良くてなんかそのクールジャパンという言葉が全然クールじゃないような感じで受け止められてきたんですけど違うんですよ。クールなジャパニーズはたくさんいるんです。本当にたくさんいるんですよ、クールなジャパニーズは。それが集まって、なんかもっと楽しいものなんかみんなを明るくするようなものを僕らアーティスト、パフォーマー、演者たち、ミュージシャン、作っていこうと思ってますので、これからも僕たちはそういう活動をしていきます。どうぞ、今日上がったパフォーマーそして頑張ってるアーティスト、パフォーマーたちをですね応援をどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、今日はいろんなものを詰め込んできたんですがもう2曲ばかりアンコール用に用意してきたので聴いてください。この曲もですね今年の春ぐらいにそのなんていうんですかねパフォーマンスと音楽のショーをやってほしいっていうのが来てから仕上げてでもう春のうちにリリースしてスペインとドイツでもやりました。その時も演奏だけじゃなくですねパフォーマンスも含めてやって、盛り上がった曲です。カオスでは今のところ新曲に当たるんですかね。では聴いてください。斬撃ライトニング。
本当にリーダーがですね、さっき MC で語った通りなんですけど、なんか表現をする、人たちにとって本当にまだまだ生の会場で、コミュニケーションを取るっていうのがなかなかね、こういけるかなと思うとまたね落ち込んだりとか、まあでもそれは病気とかだけじゃなくて世界中で起こってる何でしょう、戦争とか貧困問題とか本当に毎日世界中ではいろんなことが起きていて、こうやって僕らは本当に皆さんと会えてすっごく幸せなんですけど、ね、会いたい人に会えないままもう二度と会えなくなってしまうこととかも本当に生きてればいろいろあるので、なのでこうやって会える時に思いを伝えてですね、次会った時とか今言うのやめとこうとか、そういうことをやってると本当に二度とそういう機会が訪れなくなってしまうという、本当に一期一会をキャッチするかどうかっていうのがすごく大事だなと思って毎日やっています。なんか長々語ることはやめますが、次で最後の曲なんですけど、次の曲は、カオスのとても大切な桜の花についての曲です。桜は春の短い時間に、満開の花を咲かせて人々をすごく歓迎してくれて、でもすぐに散ってしまうんですけど、それはなんか人間が生まれて成長していっていろんな人に会って、年寄りで死んでいって、でもそれが終わりではなく次の世代とか思いはずっと人の中にちゃんとつながっていくんだなということを、歌った曲です。もし知ってる方がいたらなんとなくみたいな感じで歌ってくれると嬉しいです。皆さん本当に今日はご来場いただきましてありがとうございました。それでは聴いてください。桜香る
皆さんとお会いできることを楽しみにしています。それでは今日の素晴らしい出演者を紹介します。オンチカルルブセンピューバンド、オーバーライカーヒロトミ、アンドラムス東島良一、オンベースカナトモ、カオスリーダー山岸俊二、ダライフマホルマッシュ、赤いカオル、イガルシライイデアル、そして川口香里をお届けしました。ありがとうございました。東京はカオス